さやとストゥアンラニービロバニアミの博物館の展示品刀身の断面形状。ストゥアラニービは2番の形状が多く見られる。ストゥアラニービはラッピンでよくともこれを英語に転写したラップランドナイフ、サーミ人のナイフであることからサーミナイフ等の故障で知られるサーミ人の伝統的なナイフ。刀身は長く幅広い頑丈なもので動物の解体。 ラーブの支柱を小さな木から切り取る、ヤブを薙ぎ払う、骨を砕いたり肉を切り取る、折衷に枯れ木や倒木が渦漏れた場合に、斧の代用として立ち枯れした木から焚き木を採取する、塔のような軽い切断作業に適している。典型的な塔身長は 200mm から 450mm。マチェテやショートソードに相当する最大級のナイフである。柄は、 高接地にも握りやすくするため一般的にカバ材である。これは取り回しをたやすくすることにもつながっており、取り分け抜刀に際しては手袋をしたまま握る場合や手がかじかんだ場合にも適応している。刀身は柄の中まで通じた刀身を有する構造で、唾は持たない。伝統的な鞘はトナカイの皮で作られる。多くの場合派は、 単一の平坦な角度を有するスカンジナビア風に尖れる。刀身はトナカイの骨を断ち切るに十分な強度を有し低温に耐えるように焼き戻される。刀身に問いを有する者も,も存在している。サーミ人はより小型ナイフであるウーナニーバスとステュアッタニービを使い分け、さらに大型のスクラマサクスに相当するバキップウッコも用いていた。アメリカンフィン。 フィニッシュプッコ、アルティメットツール。2015年8月24日閲覧。h u g e d o m a i n s c o m f i n s g u i d e c o m is for sale。24オーガスト2015年8月24日閲覧。ラグナー、S フィニッシュナイフカタログ。2015年8月24日閲覧。ありがとうございます。